ババアムテ、本名ムリダールデビダス・アムテは、インドの社会活動家。ハンセン病患者や障害者の支援活動で知られている。マグサイ最小、テンプルトン賞受賞者。1914年12月26日、英領インド時代のワルダーに生まれる。彼の父、デビダス・アムテは、地元の役所に勤める公務員で、歳入部門で働いていた。 ババというのは無理である少年が小さい頃のあだ名である。アムテは8人兄弟の長男で一番上だった。幼少期は地方地主の長男として、牧歌的な日々を過ごし、寮やスポーツを楽しんだ。14歳までには自分の銃を与えられ、熊やシカの狩猟をたしなんでいた。運転できる年齢に達するとスポーツカーを与えられ、内装のクッションカバーは、氷の皮が用いられていた。 このような恵まれた家庭に育った彼であったが、インドの格差社会には気づいており、実家にはある種の冷淡さがあり、彼らは大きな心の壁を築いて、外の世界にある惨めさを見ないようにしていた。それに対して私は反抗した。と述べている。地元ワルダー県にて法律を学び、弁護士となった。インド独立運動に加わり、1942年からは、 独立運動によって習慣された活動家の弁護を始めた。また、マハトマガンディの教えに傾倒し、自身も彼と同じ服を着て、ガンディイズムを実践した。その後、イギリス兵から、卑猥な、あざけりを受けた少女を守ったことによってガンディと知り合い、アバイ・サダクという名を与えられた。また、ハンセン病患者の支援活動も行った。当時のハンセン病患者はスティグマに悩まされ、 社会から隔絶されていた。そのような彼らのため、アムテは、ハンセン病の感染力についての誤解を解くため、奔走した。その努力は凄まじく、感染力が小さいことを証明するために菌を自身に注射することさえした。さらに三つの総員を建設し、ハンセン病患者だけでなく、障害者や社会の周辺に追いやられた人々を受け入れた。 1949年8月15日には、妻サドゥナと共に、ハンセン病患者のための病院を開始した。ババアムテは、インド・クルシャストリと結婚した。彼女自身も夫の活動に加わり、二人の息子、ビカス、プラカシュとその妻たちは、医者となった。プラカシュ・アムテ夫妻は、同州の田園地帯に病院を建設し、孤児や怪我をした野生動物も受け入れた。 そして2008年には、夫妻で、マグサイサイ賞を受賞した。長男ビカスアムテ夫妻も、病院を経営し、病院併設に併設して、大学や、個人、盲学校、老学校を運営している。ありがとうございます。